日向川橋は、皇居北側の内堀にかかり、東京都千代田区一橋一丁目から皇居、東御苑に渡る木橋である。日向川は、神田川下流部の古い名で、日比谷入江に合流していた。流路は後に東回りに変更され日本橋川や外堀川となった。日向川の後は大手堀などになっている。徳川家康が江戸に入る前はこの付近は上平川村、下日川村などの集落があり、日向川という河川に粗末な門がある程度であった。初代の橋が架けられたのは1614年。1635年。枡形櫓門と番所が構築された。この櫓門と高麗門、日向川橋を含めた一式を、日向川門と言い、竹橋から侵入する敵を撃退する目的があった。日向川門は、当時は、江戸城三の丸の正門で、徳川御三卿の田安、一橋、清水の各徳川家の途上口であった。奥女中の通用門として、お局御門。死者や罪人をここから運び出したことから、不浄門の異名を持つ。数度の改修の後1988年3月31日に、現在の橋に架け替えられた。現橋は台湾産ヒノキ材が使われ、橋脚と橋台は石造り、足桁には鉄骨が使われている。親柱の擬星には、寛永や慶長などの銘が彫られている。堀は、日向川橋を境に西側は、日向川堀、東側は大手堀と呼ばれ、水は、日向川堀から大手堀に向けて流れる。現在皇居東御苑は、一般公開され、元橋は、東京メトロ東西線竹橋駅からの最寄りの入り口となる。ありがとうございます。